はい、どうも、今日はですね、このダイソーの、ショートロット、ダイソーなんですけど700円なんですけど、1.83 フィート、約56センチの、ショートロットを使って、岐阜県、海のない岐阜県海津市の大江川でブラックバスをちょっと狙っていこうかなと思います。このロットは海用の、穴釣り用のロットらしいんですけど、ブラックバス、そういうのか、やっていこうと思います。では、行ってみましょう。せーの、バモス。はい、とりあえずセッティングしました。ベイトフィネスに、ダイソーの 1.83 フィートのロット。かなり短いな。見つけよう。大丈夫かな。で、ルアーは最近釣れてる、OSP HB H、HP HP 3D ワッキーの磯面カラーのネコリグで、今回はちょっとね 0.9g じゃ飛ばないかなと思ったんで 1.3g やっていきます。やべ、全然飛ばんわ、やば。やば、これ飛ばねえで、当たりとかわかるんかな、やば。結構きびいな、これ。やばい、びっくりするほど飛ばない。やっぱね、ロットは長い方、長くないと飛ばないよ、これ。なんかね、手で投げとる感じがすごいする。うわー、短え。デラ短いわ。当たりわかるかな、このアクションもしとる感があんまない。ほぼない。ロットになんか伝わってこないんだよ。やばいなこれ、やばいなこれ、おりゃ笑えてくる。当たりわかるかな。ああ、一応なんかね、そこのボトムのストラクチャーは感じれるな。うん、色合いがね、めっちゃいいや。このグリップが青で黄色、もう一色あのピンクの色があったんですけど、黄色をチョイスしました。いや、岸に投げたい、岸に、岸の方に投げたいけど、コントロールが全く効かん。だんだん掴んできたよ、コツを。ロットこれ56センチなんですけど、バスの56センチでけえなって、なんか改めて思いますね。一応ね、ボトム感はあるな。でこれ多分ファーストテーパー、竿先の方がいくと。で多分これはグラスロットではないですね。オッケーオッケー、いけそうだなこれ。
釣れたわ。腹筋が全然決まらなかったけど、ウィッス釣れましたわ。ダイソーロットやば、釣れたわ。釣れましたね。ちょっと飲んじゃったからね、元気なくなるから早く返します。ありがとう。はい、ダイソーのショートロッドで釣れましたね。でワームが、OSP の、HP3D ワッキーのイソメンカラー。これはマジで釣れるカラーなんで、マジで釣れますね。このカラーの、スナックレスネコの 1.3g シンカーです。でこのロット使った感想は、当たりが分かるんですけど、あの当たりが分かって、多分今回手前に走られてて、食べて手前に走られてて、当たったはいいけど釣れてるかっていうのが分かんなくて、フッキングしたんですけど、やっぱ短い分その糸に伝わる強さっていうのがほぼゼロで今回飲んじゃったんですけど、たまたまそれで釣れたっていう感じですね。当たり自体は分かるけど、フッキングが致命傷。はい、移動してきました。で、次はスピニングタックルでやっていこうと思います。うわ、短いわ。よいしょ飛ばねえ。当たりわかるかな。うわ、あそこのところめっちゃいそう。飛ばん、びっくりするほど飛ばん。飛ばんし、ちょっとこれ絡まってるし、ちょっと待ってよ、むずいぞ。角に入れたいんだけど、キャスティングが難しいな。おりゃ、あ、いいとこ行った。釣れろ、釣れてくれ、ここで釣れてくれ、釣れろよ。はい、3D ワッキー、おなじみの 3D ワッキーのネコリグ 1.3g。 ちょっと重ため、ちょっとね、そこを感じたい、どんな感じか。はいはいはい、感じれる。ドド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 、ギルカ、ギルカ見えたかな。完全に今当たったね。なんか当たったな。持ってってないよな。いるか。
ってる当たってる当たってる当たってる、ギルギルギル、当たってる当たってる。めっちゃ当たってるな、ギルっぽいな、ギルだギルだ。うん、なんかついてる、ついてるついてる、なに、なになに、ついた、なに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 、バスバスバスついた、バスついた、ついた、バスついた、釣れました、釣れました。HP3D ワッキー、ここすげえなんかやべえけど、HP3D ワッキーの猫で、ダイソーのショートロット釣れました。でもね、これね、ぶっちゃけね、やるもんじゃないと思う。あんまりね、おすすめはしないっす。あんまりってか、おすすめはしないっす。何度か釣れました。ショートロットでも一応釣れるんですけど、当たりは分かるんですけど、合わせが難しいです。非常に難しい。でもまあ釣れてよかったっすね。はい、まあ一応釣れます、ショートロット。はい、まあ穴釣り用なんで、まあそっちの穴釣りで使った方が多分いいっす。はい、芋ケムシでやっていきます。とりあえずこういうとこ、そやけど、ケム乗らん、あ、ギルが来た、ギルギル、うわ、ギルやったー、またギル。フッキングなんかね、決まった感が全然ないよ。はい、ということで、このダイソーのショートロットで大江川攻めてみましたけど、一応釣れますけど、当たりは分かるんですけど、合わせがすごい難しい。なんで、バス釣りとしてはおすすめできません。はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴バモス。